それでやろう、全員集合。おいおい、何更新されてないか見に来ちゃってんだよ。もう前回で最終回って言ったじゃん。とか言っちゃって、キンケロさんもね、なんだかんだこうちゃっかり基地に戻ってきてるんだから、もうこのいけず、うん、いけずこれ映ってんの？ちょ聞いてないわよ。お菓子くれるって言ったから毎回からわざわざ帰ってきたのに。食いしん坊だね。食いしん坊だね。太っちゃう。太っちゃうな。ごめん。嘘。本当に今回で最後なんだから誰かにしないの。そうね。まあ最後ぐらい素直になってあげてもいいかなーなんてね。なんか久しぶりにこの最初の方にあったツンツン設定が出てきましたね。実際はね、実際はね、もう。で、今日は何するの？今日はっていうか、ほら、俺からの全集合は前回で、ね、最終回だったからね。うん。だからもう今日は焦らなくても、なんか、ね、いろんなこと振り返ってみようかなーみたいな。いやーね、いろんなことありましたよね。そうそう。で、最初は、キンケロさんとタンタロウさんの二人で、この番組が始まって、で、テコ入れで、ポワコが入ったんだよね。テコ入れじゃねえ。テコ入れ、はっきり言ったわね。ちょっと上がったか、ポワコが。はっきり言った。実際、絵はなんか華やかになりましたからね。何言われてもちょっと言い返せないんですけど。テコ入れだよ。今後はみんなどうするんですか？今後はみんな。ね。あ、今後？はい。俺はあれだな、あの、隙を見て、ほら、他のコンテンツのイベントとか。出るんだ。みんなにリオ出ようと思ったんだけど、なかなかあれはさ、あの、声、生だったから、生だったからで出ればいいじゃん。どうすんです、この、パープル TV とか。後ろのそっち側の、竜神隊はどうするんですか？竜神隊は中区の外にいるからいいよ。あ、だここだけで、パープル TV ずっとカメラ固定じゃん。もう野球できないじゃない。野球はできなくてもいいんだ。では、一言で叶うといいね、キンケロさん。あとあれだな、あのほら、俺からの練習後の公開生放送まだ諦めなかったんですか？でもそれはいいかも、やりたい生放送ね。すごいなんか箱の中に入って箱あの竜神隊の方が、竜神隊の方が箱の中入って箱からじゃあこうやって動かしてなんか棒が出てきて、さ、なんかキンケロさんがいて、でも俺あれだね、ずっとトイレとか行けないんだけど中に作ったらいいんじゃないですか。じゃあトイレだから キンケロさんがその竜神隊の箱の方に戻っていって、箱ごとちょっと移動する。あ、なるほどね。そうなるほどね。怖いわ大変だ。ごそごそしながら、なんかおい、どうすんの、え、なんかこの後みんなどうすんの、この後みんなどうすんのって急に怖いな。リアルな、ちょっとなんかあの思い出話じゃないですけど、俺だけなんかこの後のこと話さだからさ、何したいかもう野望がありありと、なんかね、そう、ここの後は結構割とフリーにもうなんかよく覚えてる話とかちょっとしたいなって、もう台本ここで終わった。そうです。台本ないもんね。今はっきり言うんだ。台本ないもんね。確かに。お前今頃そんなこと言ってんの？なんかあんたが最初の頃とか結構ひどい。俺さ、今回のために結構最初の頃の台本を読み直してみたんだけど。へぇー、台本残ってるんだ。あのね、結構ひどいわ。今、結構しっかりできてる、これ。え、自分で書いてるんじゃないの？最初の方さ、タンタロウさんとキンケロさんじゃなくてさ、タンタロウさんの目線が違うとこに。最初ね、友人隊の方に慣れなくて、やっぱり声が、あっちの方からするから。あっちの方からするから、こうなんか、竜神隊の方をね、こう見ちゃって、そう、なんかね、視線が合わないんだよね。これ言っていいですかみたいな目を俺の方に向けてくるんだよ。あとカメラあっちだ。あとね、すごいいっぱい言われて、こうよりよくね、テロップとかついたと思うんですけど、最初とキンケロさんの声変わりしましたもんね。あ、してた。そういう意味では俺やりたいこと、あの1話撮り直したい、リマスターバージョン。何回もやろうと思ったんだけど止められて。なるほどね。初回再現して、まあ、あの皆さん見直していただくとあれですけど、最初から10話ぐらいまでの間の試行錯誤はすごいよね。あーでもない、こうでもないっつって。あの音が変わったでしょ。あの、モザイクが多かったね、最初。多かった。え、今だからね、もう笑えますけど、あの当時結構びっくりしましたからね。そうなの？なんだろう。
ほら、ちょっとまとめて撮るの。そうですね。途中でスケジュール分からなくなる。ああ、そう。あの、始めたばっかりで、勘がね、ちょっとここまでっていうのがあんまりなくて、うん、だからみんななんか映っちゃいけないものが映ってるって報告くれるから、あ、そうなんだって言って次の輪でそこモザイク入れたんだけど、なんか隠すとこそこじゃない別のとこだった違う、そこじゃないです、そこじゃないですってね、みんな教えてくれて優しいね。あったね、あの辺。じゃあちょっと俺たちは最初の頃にね、そうなんですよ、あの思い出深い、いろいろね、うん、だってあったよ。バトル画面が全部見えなくて、あの僕のリアクションのみでお楽しみくださいみたいな感じが不可能の時でしょ。そう、変なんだよね。そう、だってさ、動画できたんだけど、どうしたかね、タイミング間違えた完全に。それ一番重要なとこなのにね。そう、間違えちゃうんだね。考えたのよ、あの、はい、あっちの編集してる人と、うん、次のワーと一瞬入れ替えるって思ったんだけど、うん、いいじゃない。いやいや、何にも成立しなかったわ。なんか日付とかも言ってるし。そうなんですよね。でも、もう明日だぜって言って、うん、苦肉の策でモザイク。なんかお二人ね、皆さんなんかそれぞれあります？コアは印象に残ってる。コアはいろいろやらされたなって思って、まあ自転車ほどじゃないけど。やらせたことないけどな、全部ナチュラルだった。いやでもほら、ニュース読んでてね、台本なくなったりとかっていう事件が。あれすごい面白かった。あったあれはね。あのあたりからだよね。OK カットじゃなくて、うん、NG カット配置されるよね。あ、そう。こういい俺か野郎の流れを作ったっていう。そう。いいのかしら。もうね、いいんだってなって。そう。ありなんだそれがっていう空気はあったわよね。確かにちょっと楽になった。あれですごい、もう最初はだってこう映っちゃってる、なんかここに紙があるのとかちょっと気にしてた時期も我々にもね、ありましたよ、ね、あった。いやだって来た頃にはもうここバサーだったから今もすごいけど、ね、大丈夫ですってね、台本なんて合ってないようなものなのに、常に我々ちゃんとここに一応ちゃんとね、そうだね、忠実にね。そう、もう 99% 台本だからね。99% 言わされてるからね。言わされてるからね。全部よ。素じゃない。そう考えたらリベちゃんすごいなってパークはずっと思ってた。本当よ、来る台本。なんなんマシュマロ加えてください。あんなにね。なんかね、悪意しか感じない台本。すごいな。全部愛だよな、俺たち。いやーすごいな。設定がね、コロコロ変わっていきましたよね。それで言うと、だってリベちゃん来た時さ、初めて出た時割ともうちょっとなんかツンツン S キャラの中に若干、うん、ドジっ子が隠れているみたいな、うん、そこはブレてないわよ、もうブレブレじゃねえか。常にツンデレを意識して、もうね、一切残ってないですよね。ただのなんかね、そういうちょっとあの、アホな言葉選びなさいよ、言葉選びなさいよ。だからさ、一応っていうか、ヒロインじゃん、リビエちゃん。もちろん。なんか、大丈夫かなって思う。もう本当に純粋なヒロイン。純粋な、あ、事務所的に OK だったら。いや、もう本当ね、何も NG 出してこないわ。私がびっくりだわっていうね。ヒロインってね、いろいろありますよね。そうね。ね。しかも、悪意ある編集もあったしね。そう。もう、パンパンに晴らした顔そのままアップで静止画みたいな。あら、これ後世に残るんだなって思いながら。確かに、思い出としてね。未来永劫消えないからね。あ、ネットの海へ。そう、怖いな。いずれリビちゃん最初に来た時にも話の終わりの方に早く終わりなさいよって言ってあ、そうだ。そう、それすごい変わったかもしれない。持たないからも早く終わりなさいよ。そう、台本のちゃんとその締めのところまで行ったら、うん、ちゃんと終わらせようとしてた。そう、えらい。今もうそんな気さらさらない。そんなことないわ。ちょっとになってるでしょ。減ったでしょ。全然減ったでしょ。全然もう好きにやればいいと思ってる。大きくなった。好きになる、やればいい。ありましたね。なるようになると思ってる。いやー、うん、やらされただったらね、いろいろみんな。そうよ。衣装変えたりとか。そう。やりましたね。まあ、積もる話もたくさんありますが、はい、釣り切ったわね。あれだよね、ポークなんか外でロケしたよね。しました、ね。見た。今何が起きてるかっていうと、あの、こっち側のね、向こう側にね、なんかこう、撮影人の方が、こういう格
顔して、あーあーっつって出してるんですけど、ポーポーが台本に戻ろうとしたら、だとしたらあのそこの、ね、44レベルの人が衣装変えた時もここパツンパツン糸でこうくるくるしたから、やばい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 、これは誰を信じたらいいのかな。コアコちゃん、コアコちゃん大丈夫、正解、大丈夫、大丈夫、正解。コアコは魔王だから、うん、ぶった切るよ、お願いします、うん、はい、じゃあ積もる話もありますが、うん、それではここで本当にお別れです。はい、はい、うん、2018年も皆様にとって良い年でありますように。良いお年を、ね、みんなお餅食べ過ぎないようにね、うん、太っちゃうわよ、うん、そうですね、みんなもう500ん30話ぐらいね。530話、あ、びっくりした、はい、盛りすぎでしょ。何年やってるの。10年番組また回ってしてる、これ大丈夫ちゃった。みんな多分500って10年かかる。10年できたらよかったな。あ、毎週の子が気になったりとかしたけど、まあなんとかここまで皆さんに支えられてやってきた。そうね、はい、いろいろみんな変わったかもわかんないけど、俺たちのことを忘れないで、忘れないでね、来年も元気にやってほしいなと思います、うん、はい、俺がバトルで遊べば俺たちはいつもゲーム機の中みんなのことを応援しているので、うん、はい、ポアコたちもみんなのこと絶対に忘れないので、みんなも元気に頑張ってください。はい、じゃあ本当にバイバイだね、うん、はい、はい、じゃあいや、じゃあ ね、 ね、これからも俺かバトルで、うん、たくさん遊んでください、はい、ね、またいつかね、そうだね、会えたら嬉しいな、会いたい、うん、それじゃあみんなバイバイ、バイバイ。コナミ